こんにちは、ザツです、今ですね、京都駅にいまして、これから金沢へ出発します。で、時間が23時7分になってまして、今日はですね、23時40分に京都駅を出発して、明日の5時46分に、金沢駅に着くと、料金がなんと3230円と、かなり格安になってます。おすすめです。それでは行きます。ということで、バスターミナルの方へ歩き始めました。ここが京都駅のバスターミナルになります。烏丸口方面になります。まあ、見えています通り、京都タワーとちょっといたところにヨドバシカメラがありますので、そちらが目印になります。まあ、京都の観光で言えばこちらに出ることが多いんじゃないでしょうか。もうちょっとですね、金沢駅が到着する予定です。あと10分ぐらいでしょうか。で、東京駅の方がちょっと遅れてるみたいで、ちょっと後先になってしまうんでしょうかね。ちょっと様子を伺ってます。あと長丁場になってしまうんですけども、夜行バスは、私ほとんど初めてみたいな状態 で結構楽しみにしてます。では最後まで見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは行きます。日付が変わりまして、0時5分頃にバスが到着しました。実際に出発したのが10分頃だったので、だいたい30分遅れになりました。で、今回はグランドリーム号ですね。クレイドルシートという座席になります。そしてチェックインは QR コードでします。まあ、サービスですね、使い捨てのスリッパをいただきました。はい、すいません。どうぞ。お待たせしました。独立の3列シートになります。だいぶゆったりした感じですね。そしてカーテンがついてます。結構これだけでも個室感が出ますね。で、通路が思いのほか狭くて、荷物を持って移動するのは少し辛かったです。まあ、なんというか突っかえながら歩いてます。そしてトイレがついてました。今回は短かったので行く余裕が全くなかったです。他のお客さんの迷惑にもなりそうだったので行きませんでした。そしてフットレストとレッグレストです。形がだいぶ変わってます。足首を受けるような形状をしてました。ちょっと暗くてよく写ってないですね。で、横から撮った写真がこんな感じ。分離構造です。そして全ての座席に電源がついてました。これは長旅には助かります。最近は本当便利になりましたね。で、左側にドリンクホルダーがありました。私ドリンクを倒しそうだったので前かごにずっと入れてました。寝てる時に当たると悲惨ですからね。で、車内の雰囲気はこんな感じです。シーンと静まり返ってます。で、安全のしおり的なやつですね。 Wi-Fi も利用できるそうなんですけども、こちらの一番後ろの方に書いてありました。で、リクライニング角度は135度、つまり45度立っていることになります。で、これ何をしてるかっていうと、枕がめっちゃ柔らかくて気持ちよかったんです。 JR 九州並みに柔らかいです。で、正面から撮ってみたんですけど分かりにくいですね。で、このシート座面が下がります。45度といっても結構角度がついている感じです。座った感じ、思ったよりかは倒れてる感じがします。そしてバスが動き始めました。京都駅を出発します。この時点でだいたい30分遅れといったところでしょうか。さよなら京都といっても滞在時間1時間ぐらいです。で、午前1時15分頃です。消灯して真っ暗だったんですけども、
まあ角度はこんな感じでちょっと分かりにくいですね。で、他がサービスエリアだったと思います。こちらで休憩を取ってました。で、もう眠たかったのでこのまますぐ寝てしまいました。で、朝の5時35分です。電気がついておきました。私はですね、もう普通に寝てました。で、この時高速道路を降りて金沢駅の近くを走っているようでした。出発は30分遅れだったんですけどね、だいぶ回復していました。で、夜間ちょっと長めに休憩取るんですけども、休憩時間などを減らしたんだと思います。で、金沢駅前に到着しました。で、ここから駅のロータリーに入っていきます。で、これなんですけど、寝方によっては非常に快適なんではないかと思います。まあ横幅はさておき、角度だけで言えば新幹線のグリーン車より倒れているわけです。私は仰向けの状態では寝れなかったんで横を向いて寝てました。あとは日中疲れ切って乗ることでしょうか。屋久島から帰ってきてほとんど疲れも取れることなく、そのままこれに乗ってますので、よく寝れました。そして金沢駅に到着しました。下車します。まあまたこの通路がだいぶ狭いんですけど、お客さんはだいぶ少なくなってます。ということで金沢駅です。初上陸です。で、トイレに行ったり手を洗ったり顔を洗ったりしたいので駅の方に向かいました。金沢駅って今では珍しく共用のトイレがあるんですよね。改札の外にあったりします。最後までご視聴ありがとうございました。当チャンネルではですね、旅行と関わる交通、また交通手段も一つの旅行だというコンセプトで動画を作っております。少しでも気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。励みになります。